はい、どうもこんにちは。トイレで便器に唾吐いた時に唾と便器が一回キスしてヨーヨーの原理で自分の口にもう一回戻ってくるのが一番恐怖と思うのです。あぶね、あれほどの恐怖ないよね。っていうかさ、もう世間はあれだね、ダウンロードコンテンツ第6弾で湧き上がってるね。湧き上がってるけど俺の脇は上がってないっていう、あんま万歳しないんだよね。なんでかっていうと、ダウンロードコンテンツ1弾以降やってないんだよ。2、3、4、5って全然練習してないんだよね。だから2、3、4、5走れずに6が出るからダメなのよ。これも英語と一緒なの、原理は。英語と一緒、何かというと、危ない。なんでかっていうと、英語ってさ、高校2年生の時にさ、よし、俺は英語頑張るぞってもうできないの、手遅れなのよ。中1やって、中2やって、中3、お前なんでよね。中3やって、高1やっての高2だからね。急に高2から頑張って無理なのよ。基礎できてないから。と一緒。マジで英語と一緒で置いてかれたわ。もう最悪。うわ、危ない。危ない。危ない。花ちゃんってキモいよね。本当に申し訳ない。危ない。申し訳ないけど、なんでこんなキモくなっちゃったんだろうね。なんかすごいブツブツあるしさ。おっぱい。これはあんま言っちゃいけないことなんですけど、おっぱいみたいじゃない。あの、おっぱいみたいな、この模様が。おっぱいとさ、あの、ニプリンみたいじゃない。これ。あ、ちょっと、キモいね。ごめん、キモくてごめん。キモくてごめん。久々、あ、お前、本当に、俺のじゃないか、でも。怒ってるわ。俺もこんな感じ。あ、もう本当に、キモい。でも、こいつキモい。鼻でっけ。もう鼻がでかいとダメよ。でも、チンチンがでかいか。鼻ちゃん、チンチンでかいんじゃなくて、鼻でかいとチンチンでかいって言うじゃん。なるほどね。いや、もう、だから、体がチンチンみたいなもんな、もはや。よし。シーナ。これはクイナのが好きだな。待って。一斉ので声を上げて、おお、やばい、マジかやった。違うの、違うの。俺、この声を、これを歌ってさ、そのタイミングでキラ入れてさ、それでサンダー振って、よっしゃーってろうと思ったら、全然、最悪だよね。もう歌ったタイミングで完璧だったじゃん。もう自分を信じろ、自分の歌を信じろ。なんで俺自分の歌を信じれなかったの。もうほんとクソだね。終わってるわ。だからビリなんだよ。レートも高くねえとこにいんのにさ、なんで俺ビリにいんの。ほんとに終わってるね。もうなんか下手とかじゃないんだよね。もうどこ行ってんの、こんな道知らないし俺。もう急に開拓しないで。いるよね。俺も開拓してた、小学生の時。このルート開拓しようぜっつってね、全然意味ないのにね。ただただ遠回りして、開拓とか言って友達と遊んでたんだよ。それはまあいい思い出ですよね。今じゃしないもん。絶対最短ルートでしか帰んないもん。もう本当に歩きたくないんだから、そんなたくさんの道を。これどうにか1位になんない？どうにか。あの、青いヨッシーは無理だとして2位いかない？どうにか。やばいやばい、危ねえ、危ねえ。でもさっきの一斉のせいでミスった。あ、もう一回やろう。一斉のせいでやったら、雷降る説。もう一回行きます。カット。なんでしかもミラーなんだよ、一発目から。ミラーってさ、キモいよね。ミラージェーンは好き。ミラーは嫌いだけど、ミラジェーンだけ好き。もうでも、いっか。ミラジェーン好きだから、ミラー許すわ。ミラジェーンが一番いいんだから、本当に。どうしたのつって。エルフマン一番いいんだ。おぶね。おぶね、お前、俺がミラジェーンの愛の話してるのにさ。あいつが一番いいんだから、本当に。父でかくて、可愛くて、優しくて、強くて、スキューマ同士でさ。ミラーだからできねえ、ここのショートカット。でっけえショートカット。でっけえでっけえ、ミラーのおっぱいみたいにでっけえショートカットができねえ。お前さ、うんちとか言っちゃって、めダメとかミラーに言われて、ミラージェン、あ、でもいっか。ミラーでもミラージェン好きだから。本当にそういう話、もう最近さ、またフェアリーテール読み直してるんですけど、めちゃめちゃ面白いよ。フェアリーテールが面白いぞ、とっと。でもなんか最近の人ってあんまフェアリーテール知らないのかな、最近の若者って。フェアリーテールやっぱ全盛期に生きていた猛者なので、私はやっぱアニメもそうだし漫画もそうだしみたいな、結局いいんだよね。ここでしっかりとお話をしながらも撮っていくっていう、絶対降るからね。ここ降らなかったらチンチン出します。今みんなには見えないと思うけど、チンチン出します。やばい、これ絶対降るから。こっち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 、あ、お前チンチン出さなきゃいけない。あ、でも別にいいか。ふ、あ、待って、降っちゃう。ふ、あ、待って、あ、やば、あ、ちょっと今チンチン出し、あ、でもいいや。ほら見て、花ちゃん俺のチンチンみたいなもんだ俺。びっくりした俺。ああ、なんだ俺、気づいてなかったわ。俺、チンチン出しながらこれ実況してたわ。ボツボツもあるしね。俺、ボツボツないけど、俺のチンチンには。もう、チンチンの話やめようか。でもなんかさ、花ちゃんってこんなボツボツあったっけ？気持ち悪い。もう顔も気持ち悪いし。なんか乗ってる側は良かったけど、乗られてる側になったらキモいね。花ちゃん、お前、自我出してくんのよってね。なんでも自我出してきたんだろうね。お前はさ、花ちゃんバギーで良かったのにさ、一生終えろよ、バギーで、お前。いるような、そういうなんか裏方に徹してればいいのにさ、自分も、表に出てみたいですつってさ、演者になっちゃうやつね。楽しくないんだから、お前はもともと裏方キーさんだから裏方やっとけって。出てくんな、お前。みたいなね。そういうことじゃないんですけど、別に俺、佐久間さん好きなんですけどね、あの、テレ東の佐久間さん。あの人は別にいいんですけど、あの人のこと言ってないんですけど、って、なんか何の話してんのって話だけど、ずーっと、ね、
話題が切れないっていうのはまあいいことだよね。ゲーム実況としてね。無言がないわけだからね。まあ、無言じゃなきゃ面白いかって言ったら別にそういうわけでもないんですけど。はい、これもう見てます。これさっき言った通り、もうミリ集のコースです、ここ。もう履修してないのよ。取ってないのよ。単位取ってないんだよ、このコース。もう落胆じゃないって聞いた。俺は。だからもうね、やってなかったのよ。もう最悪よ。見てこの、もう笑顔。あの屈託のない笑顔。あれのために頑張ろう、俺。なんか、勇気湧いてきた。勇気じゃない。元気湧いてきた。元気じゃない。気持ちが湧いてきた。気持ちが湧いてきた。意味わかんないけど。だったら元気が湧いてきたってよかったんだけど。危ない。危ないけど、なんだかんだ実況で2、3回走ってんだよね、このコース。2、3回走ればもう走れるよね、みたいなね。天才だから、こっちは。皆さんみたいな凡人と違くて、天才なんで、まあ、2、3回走れば走れるんだよね。ほらね。ちょっと待って。何してんの？お前は、いいな。おお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 気持ちいいね、ああいうのが。ああいう、なんか、急に防ぐものが一番気持ちいいね。お前、本当にラクサス。ラクサス！お前。もう、好きだね、フェアリーテール。俺もお前も。でもラクサスが一番よく、おら、これは、夏の分、バッコ。これは、ルーシーの分、バッコ。これは、レーサーの分、バッコ。急にオラシオンセス入ってきちゃったけど。これは、ハッピーの分、バッコって、あれが一番いいんだから、ラクサス一番かっこいいんだから。もうミラージェーンはラクサスのこと好きだしね、多分。よいしょー。もういいのよ、そんなのは。なんでもラクサスって名前のやつ乗ってるの。それかあれかな、なんかそういう名前の車があんのかな。俺車詳しくないけど。あれやだったよね、なんか一時期さ、YouTube の広告にあったさ、おい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 。車売る CM ね。今、半導体不足の影響で、車が 1.5 倍ぐらい高く売れるのってやつな。あれ一番キモいんだから。あれと、うふん、先生、大ちょうだいってパンツ脱ぐやつね。なんだよ、あれマジで。キモいのよ。よし、お前に英語の単位をやろうってやつ。もういらんにあれ。マジで。見ちゃう、俺もう見ちゃう俺だけどさ。でも全然何も考えてなかったけど、8位っていいんじゃない？悪くはないんじゃない？良くはないけどね。良くもないけど悪くもないみたいなさ。まあ、なんか、褒められもしないけど、だから、よいしょーよいしょーよいしょー実況に向いてる声してる。普通のゲーム実況じゃなくて、スポーツの実況に向いてる。よいしょーおっと、ここで、お前、ほんとに、空気読めないの、ラクサスって。だからお前、ほんとに空気が読めない。KY ってやつ。今の時代、KY って言わないのかもしれないけど、俺が言ってあげる。お前は KY。